胃酸分泌のコントロール。通常の胃粘膜 H&E 染色。胃粘膜は粘膜、異常化を含む胃の粘膜層である。人の粘膜の厚さは 1mm で、滑らかで柔らかくベルベットのようである。上皮、粘膜固有層、粘膜筋板で構成されている。胃の壁は三層構造をしている。胃の壁を胃壁という。胃壁は内側から粘膜層。 粘膜下層、筋層、からなる。筋層の外側は小膜である腹膜で覆われている。粘膜には、異症化と呼ばれる微細な穴が無数に並んでいる。異症化の底には、異線と呼ばれる感情の分泌線が開口し、この線が粘膜の最下層まで伸びている。異底線を構成する主な細胞は、以下の通りである。この分泌線からは、 主に、塩酸と消化酵素の染具体であるペプシノーゲンが分泌される。遺腺の細胞のうち、壁細胞は、塩酸やコバラミンの吸収に関わる内因子を分泌する。主細胞は、ペプシンの染具体であるペプシノーゲンを分泌する。ペプシノーゲンは、塩酸に合うと分解され、活性型のペプシンに変化する。胃の有門前底部に存在する G 細胞からは、 胃の消化活動を活発化させるホルモンであるがストリンが内分泌される。胃の粘膜の表面を覆う表層粘液細胞や頸部粘液細胞は塩酸の酸性とペプシンによる消化から細胞自身を守るため粘液を分泌している。強酸性の胃液が胃を自ら消化してしまわないのは胃が粘膜で覆われているからであるがそれだけではない。 胃液を中和する重層も生成されている。また常にプロスタグランジンという活性物質の働きで細胞増殖を活発にして胃壁の損傷を最小限に抑えている。しかしストレスなどで副交換神経のバランスが崩れたりすると胃液や消化酵素のコントロールが効かず自分自身を消化してしまう。つまり胃に穴が開く状態である胃潰瘍を引き起こす。 胃において、クロム神話性の染色像を示す細胞群が見られ、これらはそれぞれクロム神話性細胞及び、クロム神話性細胞様細胞と呼ばれる。EC 細胞は胃腸におけるオータコイドである、セロトニンの酸性に関与している。また、イクル細胞は、下流内に、セロトニンは含有せずヒスタミンを貯蔵し、胃酸の分泌に関与している。胃のイクル細胞は、 胃粘膜表面積の1から3%を占める。アセチルコリン及び胃友門部上皮に存在する G 細胞により分泌されたガストリンの刺激によりヒスタミンを分泌する。ヒスタミンは胃酸分泌において最も重要な因子であると考えられており、イクル細胞の細胞質に存在するヒスチジンだ炭酸酵素によって産生される。 ヒスタミンの分泌症法への蓄積は2型症法ものアミン輸送体を介した H ヒスタミンの対抗輸送により行われ、その駆動力となるのが V 型 a t p アーゼによって作られる H 濃度勾配である。ヒスタミンが壁細胞上の2型ヒスタミン受容体に結合することにより胃酸の分泌を引き起こされる。胃のほらの頂上皮下性と胃の洗顔、H&E 染色。 萎縮性胃炎とは、腸上皮化性のような腸または繊維組織によって、胃組織の痴漢が起こり、胃腺細胞の減少をもたらす、胃粘膜の慢性炎症の過程を言う。塩酸、ペプシン、内因子のような基本的な物質の胃での分泌が、結果的に障害を起こし、消化器系の疾患、ビタミン B12 欠乏と、悪性貧血である巨赤が急性貧血をもたらす。 胃粘膜が萎縮することで、ビタミン B12 の吸収に必要な内因子が低下するために、DNA の合成が障害され異常な巨赤化が急ができるために、悪性貧血が起こる。内因子の欠乏は他にも、依然的語などにも起こるが、悪性貧血と呼ばれるのは萎縮性胃炎によるものだけである。悪性と呼ばれるのは、ビタミン b 十二が発見されるまでは、治療法がなく、 致死的な経過をたどったため、萎縮性胃炎はヘリコバクターピロリの慢性的感染や生まれ持った自己免疫によって引き起こされる。自己免疫性萎縮性胃炎を含むこれらの疾患は、統計的には、がんや甲状腺疾患である、橋本病や塩酸欠乏症を引き起こす。A 型胃炎は、胃底部や胃体部に影響を及ぼし、一般に悪性貧血を伴うものである。 B 型イエンは全体的に最も一般的であり、一般的にはヘリコバクターピロリに感染して胃にほらを形成するものである。飲粛性イエンクロムン和性細胞。ありがとうございます。